高いですよ、はい、上で離すんで、ま、これ山岡選手とかそうだよ。あ、そうだね、早めじゃない。じゃん、こんにちは、このチャンネルです。北海道日本ハムファイターズの金子千尋選手に来ていただきました。お願いします。お願いします。しました。今日は金子選手に例えばそのピッチングで一番大切にしていること、まあ、一つ挙げるとしたら何だろうっていう。一つ一つですか。知ってるじゃん、まあ、100個ぐらいあると思うけど。いや、いっぱいありますけど気をつけてることは一つ、うん、本当に大まかに言うんだったらやっぱコントロールですよ、はい、スピードっていうよりはどこに投げるか。あ、はい、まあ、ストライクゾーンじゃなくて自分の思っているところにコントロール。そうですね、やっぱり今の時代160キロ投げても打たれるんで、やっぱりその球をどこに投げるかが大事なんで、やっぱキックはコントロールかなと思います、はい、でコントロール良くするには、まあ、やっぱホーム。ホームですね。まあ僕はピッチングホームですね。よくピッチングホーム固めろって言いますけど、うん、まあそういうところに繋がるんですけど、常に同じホームで投げれるかっていうと、うん、やっぱりバッターに対していろんな状況がある。ランナー1塁、2塁、イニング、球数、何投げるか。で、時期にもよるし、うん、球場にもよるんですけど、どんな場面が重なっても同じピッチングで投げれるかっていうのは意識してます。バッターってそのピッチングフォームとは別にバッティングフォームってその再現性が難しいじゃない、うん、ピッチャーも違うし何投げてくるか分からないし、受け身だしね。そうです、うん、っていうところから考えると、じゃあどうバッターを騙すかっていうのは常に考えてます。なんかさ、独特だよね、キャッチボール。そうですね。やっぱシュート回転って強くはないんで、はい。っていうところでしっかり手首を立てて投げたいんで、僕はどちらかというと、打点高いしね。はい。上で離すんで、前で離そうとするっていう意識は、あんまりないです。あとはもう、物理の話になったんですけど、やっぱ指先を早く、することによってスピードが出るんで、ああ、まあそうです、この先っぽが速い方がやっぱりスピードが出やすいんで、どこで視点を作るか、どこで止めるか。前だとやっぱりそのスピードが力が伝わりづらくなっちゃうと思うんですよ、ね、僕はどちらかと上ですよ。これ山岡選手とかもそうじゃん。 あ、そうですね、早めじゃない。滝川選手とか、ね、そう、だからそうなるようにこっちの腕の使い方を意識します。よく早くトップを作れとか言うじゃないですか。こういう意味、トップ、そうです。でトップを作ろうとすると腕が上がっちゃうんですよね。上がるで、腕が上がることによって今度は下がる、こう、はい、上がったら下がる、うん、でもリリースが高い、まあ、特徴的にピッチャーで言うと、まあ、武田、うん、選手だったり、楽天の松井君、はい、まあ、テイクバックがやっぱ低いんですよ、この切り返しも。あ、低い人はこれがトップ、はい、低いから上がるっていう感覚です、はいはいはい、逆の動きする。上にあるものは下に下がるし、下にあるものは今度上に上がる。この切り返し、このトップができる位置を低くするっていうイメージ、はい、僕は極端に言うと。本来というか、まあ、理想とされるのはもしかしたら肩の位置でこの切り返しができるのが理想とは思うんですけど、僕は
リリースを極力その高い位置に持っていきたいんで、ここは低い位置でこの切り返しトップを作るイメージです。で、たまに僕横から投げる。それと横から投げる理由は肘を前に出してその指先を走らせたいの。こういう意味で、はい、これはやっぱ上で投げる時よりも横の方が僕は感覚的に掴みやすいんで、肘から先をしっかり走らせる、まあ、ちょっと内野手みたいな、まあ、使い方がね、分かりやすい。でその後にまた徐々に元の投げ方に戻していくっていう感じ。まあ、それがなんかピッチングとかする前のルーティーン。そうですね、はい、その日その日体の会話しながら、会話しながら、はい。